なんかさ、俺が UFC に行くって決まった時にさ、榊原さんにもこの UFC に行きたいんですっていう話をしてさ、で、やっぱりその榊原さんとしてはさ、もう俺防衛戦を1回もやらずに結構むちゃくちゃなこと言ってるから、さすがに1試合はやってほしいっていう感じだったのね。まあそういう話が続いていて、まあそれは当たり前なんだけどさ、だけどなんかその話を兄貴にした時に、いやじゃあ俺が榊原さん説得するから一緒にライジンの事務所に行くよって言ってくれて。で、こう、榊原さんに、そのスーパーライジンのプロモーションとか、もうめちゃくちゃやるし、ライジンは俺が盛り上げるから、その会を UFC に行かせてあげてほしいみたいなことを言ってくれたんよ。だから、なんだろう、今回、プロモーションとかもめちゃくちゃやってたじゃん。だから、その辺で無理をさせてしまったなっていう感じもあるし、やっぱ、こう、みんなを楽しませたいとか、盛り上げたいっていう人だからこそさ、その辺の感情も試合の中に多分入ってたのかなっていうふうにさ、感じるから、まあまた半年後なのか、2年後なのか、3年後なのか、わかんないけど、本当にやりたくなったタイミングで、もう何のその責任とか、そういうプレッシャーもない状態で戻ってきてほしいなっていうふうに思ってます。それまでの間、とにかく俺は格闘技界を盛り上げるし、世界一になるし、まあ、世界一になればね、日本の格闘技はもっと盛り上がると思うんで、絶対に取って、もっと盛り上げたいなと。そして帰りを待ちたいと思います。まあでも俺はもう10年以上ずっと兄貴とね、こう格闘技を一緒にやってきているから、近くでね、もう多分他の人よりも分かることがあると思うんだけど、多分その兄貴の中でその格闘技に対する火は絶対消えてないと思うし、いつか絶対戻ってきてくれると俺は信じてるから、だから俺はこうそばで活躍する姿を見せて、でその姿っていうのが多分一番またこうやる気にさせると思うから、まあ俺の活躍次第で兄貴がね、戻ってきてくれて、でまた一緒にライジンなのかどこの場所なのか分かんないけど、この日本の格闘技界をね、こう朝倉兄弟で絶対盛り上げるんで、その日を楽しみにね、待っててほしいです。なんで、これからも朝倉兄弟の応援をよろしくお願いします。